はい、こんにちは、テガールです。今回はですね、74式戦車を作る延長号の73式トレーラー、こちらの120号の方をご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。はい、それではまずですね、120号に入ってくるこちらのパネルですね。このパネルの方は、いつものようにミスターホビーさんのスーパースムースつや消しクリアを拭いておいてます。で、つや消しクリアを拭く前にですね、ここのところ墨入れしてからつや消しクリアを拭いています。こっちらもそうですね、同じように。はい、それでは早速、作っていきます。今回はですね、118号と119号で作ったこちらのパネルですね。このパネルと今回ついてきたパネルを合わせていく作業ですね。で、まずはですね、こちらを見たときに、ここにですね、大きく3という刻印があります。この3という刻印がある方に、こちらのパネルが、ここの突起がですね、こっち側を向くようにして、このような形でつきます。で、ここ4箇所ネジ止めしていくわけですね。で、この時使うネジが、今回はですね、2種類ネジが入ってきてるんですけども、この少しですね、ワッシャーのようなものがついた方のネジ、このネジを使って、この4箇所を止めていきます。はい、私のチャンネルではこんな感じで、アシェットやディアゴスティーニの大型模型の組み立て方の解説や、より簡単に綺麗に組み立てるコツ、それからちょっとしたディテールアップの方法など、工作初心者向けの動画を作って配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、このような形で3番というパネルをつけたら、次にですね、こちらの方4番というパネル、同じような形で、このような形でつけます。はい、ちょっとですね、すでに狭い感じなんですけども、で、これこの面積で、後ろの荷台のですね、まあ前の方半分みたいな感じですね。で、以前作ってあるパネルが後方なんで、相当な大きさですね、荷台だけでも。まあ、戦車を乗せる荷台なんで、かなりの大きさということになります。はい、そうしたら今回はですね、こちらの方のパネル、これは取り置きになりますので、次にですね、こちらの部品を使って、これとは別にもう1枚ですね、後ろの方の、パネル荷台があると思いますので、そちらとバックパネルをつける作業をやっていきます。はい、それではですね、以前の号で作ったこちらの、荷台の後ろの方、これをこのような形でまずひっくり返しておいて、次にこちらですね、この配線だらけのバックパネル、これをまずはここに置きます。で、まずはですね、この配線のここの真ん中よりもこっち側の線と真ん中よりもこっち側の線で分けます。ちょっと線の方に癖がついてるので分けますと言ってもですね、これがなかなかスムーズにできることでもない感じです。少しこう線を伸ばしてやる感じですね。いずれにしても前の方に持っていかなければいけないので、この線は後々。はい、で、今ですね、これ真ん中よりもこちら、この真ん中よりもこっち側の線というのがこの3本になります。で、次にこっちの線ですね。はい、このような形で、こちら側は4本ですね。で、こちら側3本出てます。で、この4本と、この、横から出てる光ファイバーのケーブル2本、これを全部まとめて、ここから一度外に出します。なので、まずこれ出しちゃいますね。これを、ここから外に出す。こうですね、このような形で外に出す。で、この4本の線をそれぞれ
ここを通して外に出していくと。はい、こういうことですね。こちらの方から4本ここに入ると。で、同様にこちら側、こちら側もまず光ファイバーを2本入れちゃいます。入れて外に出すと。はい、そしたらこの3本をこっから外に出すと。はい、で、これをこっちにこのように引っ張って、はい。こういう状態になります。まずは。はい、そうしたら次にですね、この線を束ねて、これでこうカバーするような形になるんですけども、まずはですね、この光ファイバーが一番外側に来るようにしないと、他の線に潰される可能性があるので、まずはですね、このような形で一番外側に2本とも持っていきます。ちょっとですね、作業の方が厄介といえば厄介かもしれないですね。で、このような形でですね、平らになるように、線がごちゃっとしない状態で置きます。はい、こういう感じですね。まっ平らになる感じ。こういう感じ。にしたら、これをここにかぶせて、はい、で、このような形でカバーをつけたときに、この光ファイバーもこの線もですね、緩い力でこう動くことを確認してから、ネジ止めしていきます。で、ネジ止めはですね、まずこちらだけネジ止めします。で、この状態の時に、外側に出てる線をこう引っ張った時にですね、こういう感じで緩く動くこと。それから光ファイバーの方も、これがですね、出入りが緩くこう、出入りできることを確認します。こういう感じですね。緩くなってます。はい、これで問題ないです。で、一番やっちゃいけないのは、この線がこう団子状になってる状態で押しつぶすような形で絶対つけないこと。で、当たり前のことなんですけど、このパーツと荷台とに線が挟まらないように気をつけてください。で、こちらもですね、同様にやっていきます。はい、このような形で平らにして、これをこのような形でつけます。で、こっちの内側だけですね、ビスを留めておきます。はい、で、この光ファイバーがスルスルと動くことと、配線もスルスル動くことを確認しておきます。はい、そうしたら次にですね、この配線をこうどん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 入れていくわけですね。ここにこのような形で入れていって、はい、このように、線を引き込んでから、このようにつけるわけなんですけども、各線にですね、無理がかかってないかを必ず確認してください。で、無理がかからない範囲で、後々外側から引っ張ればいいので、取り付けるときはですね、少したるませるぐらいでいいかなと思います。で、真ん中から止めていきますね。はい、で、真ん中を止めたら、線に無理がかかってないことを確認して、両サイドを止めていきます。
はい、でネジで留めたらですね、まずここに隙間がないかよく確認してください。で隙間がないようであれば、今度はですね、こっから線をですね1本ずつ、慎重に引っ張っていきます。無理がかからない程度に外に出すということですね。はい、こんな感じでいいかなと思います。でひっくり返してこちらの方ですね、綺麗に束ねておくということですね。はい、というわけで後ろから見るとこういう状態になりますね。はい、どうでしょうか。かなり荷台らしくなってきました。もうすでにこの時点でかなりかっこいいですね。で、こちらの方に、荷台の前の方がですね、このような形でつながることになります。こうですね。はい、で、もう今もうこの状態でですね、カメラの方に全く、入らない感じになってまして、全体図なんですけども、はい、もう私の作業台のですね、端から端をすでにオーバーしてましてこの先どうやってこれを作っていけばいいのかなっていうのをちょっと今悩んでるところです。はい、というわけで今回は73式トレーラーの第120号の方をご紹介しました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。